はい、皆さんこんにちは、ピカです。二の国やっていくぜ。新しい敵か。スターか。スターはスター出せばいいね。ウサギ、まずサギアクロス。やれー。オッケー。まあ前回嵐に巻き込まれてここの島に来たんだが、まあここを探索しろということだからね。探索しましょう。煙だな。このモンキー君は回避できねえからな。あ、こう行けばいいのか。なんか雲いっぱい。あら、あらららら。うわー、見つかってまた。え、何なんや、誰と。いや、思ったら雫やないの。ちょっと、あんたどこ行ってたん。連絡もせえへんとフラ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 。この子はもう昔から何も変わってへんわ。困るで。え、雫よ、呼ばれてるよ。知りません。何言うてんの。早く来て、帰ってきや。せや、あんたもうあれ終わったん。あれや、なんて言うたかいな、あの子。なんや、えらい賢者やら言うてたやないの。ちゃうねん。まだやねん。ちゃうわ。ほんまこの子はうちらもうえらい目追ってんのに、ほんまやらしいわもう。あ、待って、あの子あんたが連れてきたん。え、僕ええ子見つけてきたやないの。あら、いややわ。おばちゃん今起きたばかりやねんで。もうあかんわ、見んといてや。もう堪忍してや。オリバーに逃げるで。せや、あんたら地図持ってるやろ。ほら見てみ。右上に出とるやろ。印つけといたわ。そこうちや。チェックしとき。ほな待ってるで。ほなな。行くしかないみたいだよ。いやー、おい、何者だ。たこ焼きえ、こんなところに村が。うわ、見てあれ、たこイカかな。かわいいお家来てもうた。お、ちょっと自分見てみ。なんですの、もう、今忙しいねん。忙しないやろ、ほら見てみ。あれ人間とちゃうん。え、どこどこ。あ、ほんまや、人間や、人間おるわ。うーわー、初めて見た。気持ち悪いな。カクカクしとるわ。おい、待てよ。小さいおっさんがわらわら出てきたぞ。これってもしかして妖精。お、しずく兄さんやん。ほんまや、兄さん何してますの。
おお、久しぶりやな。しずく、兄さん？らっきょうのこと？まさかここって。せや、この森こそ妖精たちの生まれ故郷、道頓森。道頓森？ 俺の実家や。道頓森や、たこ焼きやで。ははは、でも分かったぜ。道理でおっさん様子がおかしいわけだ。お前ら元気そうやな。ちょっと顔を見せに来ただけやねん。ほな、さいなら。いやいやいや、兄さん何言うてますの。せっかく帰ってきはったのに困りますわ。おかんも心配してますって。せや、兄さん連れて行くでんな。何を言ってますの、本当に。ええねんって。ちょ、お前ら待ってや。オリバー、助けてえな。あかん、助けて、らっきょうや。なるほどね。そういうことか。ああ、心中、察するぜ。何？ここ、しずくのお母さんもいるんだよ。ああ見えて苦手なのかも。お母さんか。でもさ、やっぱりほっとけないよね。追いかけようよ。そうだね。へへ、あのおっさんの弱みを握るチャンスだぜ。乗ってきたな。もうそんなことでやる気出さないの。どこや？またたび店主、妖精またたび。まだ準備中やねん。あ、そうやねんな。あー、これは何やねん。あはは、うにゅって動いてるよ、これ。あー、たこ焼き食いてえなー。おう、親分飲みすぎっすよ。マジ勘弁っすよ。極道は、こんなたこ焼きばっかり食ってちゃいけまへんよ。これ何？壺城商会。壺か。壺黒商会か。あなた何ですの？人の後、ちょこまかと。屋台はいっぱいあるけど、別に全部が飲み屋ってわけちゃうで。フクロウをつば九郎からすヒントは屋根の上の模型や。フクロウ。いや、ここにもカラス。準備中か？見ていてで。え？変わんにゃよかったー。こっちすげえわ。ごっつーすげえわ、これ。これください。やーべえし。やーべえな、これ。いや、金が足りんな、これ。何から買っていいかようわからん、もう。装備してないもん、これ売れ。これ2個。フレームソードも売っていいやろ。
装備、装備、装備と。これも装備。これは一個売れるね。うん。で、買う。これ。モンキーくんに、もう一個装備して。あ、これ。カイニオの角。これ、あー、これもらえるクエストあるんだった。そいつぶっ殺してこればいいな。そしたら、おほほほほひょー。106? これはこれでいいわ。これは、あげといた方がいいよね。でも金がねえな。まあいいわこれで。あっちか。ほんまこの子はあるよな。あ、この声もしかして。もう分かってんねんて、おかんしつこいわ。せやかて、ほらあんた、あれや、あの子と一緒におったやろ。どないしたん、あの子、うん、ここまで出かかってんねん、出かかってんねんで。ほら、あれやあれ。どこまでやねん。もううっさいな。思い出したで。でかすぎやろ、あれ。しややおし、うわひえー、大きい。もしかしてこの人が雫のお母さん。圧倒的だな。何しやがや、な、何しややったか知らんけどもな、一緒におった子をほっといて一人で帰ってくる子に育てた覚えないで。いやほんま、自分橋の下で拾ってんけどな。あら、あんた花見てみ、電気つけっぱなしやで、消灯時間や。電気ちゃうわ。っていうかな、それ言うてたやん。俺らはそのアリシア様が探しとんねん、さっきのガキと一緒にな。そうか、頑張りや。あっさりやな。なんやここまでの振り。うわー、 なんやねん。自分えらい痩せたな。変わらへんわ。何まじまじと見てんねん。絶対適当に言ってるやろ。いやー、やわ、この子知ったか口ばっか叩きさらしやがって。でもあんた昔えらい超えててんで。あの頃のうちよう食べてたからね。あれやろか、遺伝やろか、知らん。あー、ちょっと待って、その子何なんや。オリバー遅いやないか。いや、やわ、自分らあれやん、しずくと一緒におった子やろ、見てたわ。おばちゃん何でも知ってるで。自分あれやろ、限りない心の持ち主っちゅうやつやろ。限りなく透き通った心や。何も知らへんで。しずくのお母さんですか。なんや、もう可愛らしいな。その通りや。こんな子供まで旅させて、しずく、ほんまこの子だけはもう、あら、自分らイマジェンこうとるやん。アメちゃんあるで、どない。アメちゃんもらった。あー、アメちゃん。うわー、おばさんありがとう。私のイマジェンも喜ぶよ。ええやろ、せや、唐突やけどお願いがあんねん。お願い？僕たちにですか？いや、ほんま唐突であれやけんどな。自分らうちの中見てきてくれへん？
え？うわ、ほんまに唐突や。しずく、またついてる。でも、消灯や。電気ちゃうって。でも、中を見てくるってどういうこと？もしかしておばさんの中に入って。何か事情があるな、こりゃ。関わり合いになりたくない事情が。いやな、生まれへんねん。え？せやから生まれへんねん。あ、自分ら知らんやろ。けどな、妖精っちゅうのは全部うちから生まれんねん。うちがすべての妖精のおかんやねん。母なる大地やで。それでやな、ほんまはそろそろジュニアがポンポン飛び出してくるはずやねん。それがあの子たちまだ出てこんのよ。ええ加減出てきてほしいわ。もうわけがわかんないのよ。ええか、すべての妖精はジュニア、つまり子供の頃にはおかんの中で育つようになっとる。ある程度育ったらおかんの中から出てくるはずや。せやけどおかんの中居心地ええからな、ジュニアたちぬくぬくしとるんちゃうか。すげえな、世の中にはなんとも珍しい生き物もいるもんだぜ。ほんまやで、漫画やな。お前や、だいたいおかんの中入るにはまたあれをやらなあかんやろ。せや、笑かしてもらおうか。え、どういうこと？おかんの中には口から入るしかないんやけどな。このでかさやろ、おかんは口を開け続けられへん。心から爆笑した時を除いてな。え、じゃあしずくが笑わせればいいんじゃない？無茶言うなや。俺現役引退して長いねんぞ。うち笑いには厳しいで。でもよ、おっさん、どうするんだ。まあもともとこの島に用はないからな。ほっときゃいいか。ほっとかないの？ねえしずく、なんとかしてあげようよ。せやな、俺かて愛すべきジュニアたちは気になるわ。こうなったらおかんを笑わす人材が必要やな。でもどうするの？僕らにはもっと無理だよ。この森には口の中座っちゅう劇場があんねん。そこで妖精たちが芸を磨き上げとる。まあ大妖精しずく様の後輩妖精たちはね、俺の言うことなら喜んで聞く思うで。しずくの後輩たち、ちょっと不安だけど会ってみたい。うん、口の中座に行ってみようよ。頼むで。頼むで、本当に。どこそれ。こっちは、あ、おかんとこで、こっちはなんだこれ。ここが、あ、こっか、あ、ここだな。お、やっとるやっとる。へえ、舞台になってたんだ。もうええわ。どうもありがとうございました。ニコプチ最近おもろないな。いつまでも若手のつもりとちゃうか。寝てるし頑張るんじゃニコプチ。受けへんかったな。なんやニコプチやないか。しずく兄さん、
おお、お久しぶりですわ。自分ら何戻ってきてんねん。ジャボのことを調べさせとったやろ。ちゃっちゃいますねんて。ここにおんのはほらあれですわ、活動資金いりますやろ。俺はちゃんと仕事してますぜ。こないだも重要な情報を拾ってきたばかりですわ。闇の魔導士ジャボーは実は、お、なんや、ごっつい角生えてるらしいですぜ。見たわ。あ、もしかして雫がお人形の時にもらってた情報ってそういうことか。せや、こいつらニコブチに探らせとったんやで。お、この子らが兄さんの新弟子ですか。どうも、ニコニコプチプチのニコと言います。なんや、自分らがかいな。頼りなさそうな顔しとるな。な、いきなり失礼なやつだな。おい、こいつの言うことは気にせんで、せんでいいな。年中誰にもイライラしてんねんで。お前もや、いつ見てもニヤニヤ、気持ち悪いわ。まあええわ、よろしく頼むわ。うん、よろしくね。でもさあ、しずく、この二人がさっき言ってた後輩妖精さんたちなんでしょ。おばさんを笑わせるの二人に頼んだらいいんじゃない。せやな、サボっとった罰や。なあ、お前ら知ってるか、最近のジュニア、おかんから出てこらんこんらしいで。ほんまでっか。そんなんよう知りませんわ。お前らまさか。しずく、どうしたの。 あかんで、限りなく透き通ったリアクションや。よう聞いとったらさっきからボケもツッコミも一切キレがあらへん。まさかとは思っとったが間違いない。ネタ切れ人や。あー、やっぱりそうですか。しずく兄さんの目はごまかせへんな。おい、おっさんたち、さっきから俺たち置いてけぼりだぞ。ああ、自分ら知らんやろうな。ええか、妖精たちはみんな笑いの心注文を持ってんねん。それって僕たちが持ってる心のかけらと似たようなもの。せやな。そしてそれが失われてしもたらネタ切れ人になってまう。なるほど、要するに抜け殻人みたいなもんか。全然ちゃうわ。違うのかよ、めんどくせえな。抜け殻人は人格までおかしくなるやろ。ネタ切れ人はちゃうねん、面白くなくなるだけやねん。全然わかんないんだけど。待てよ、でも今はかなり問題じゃねえか。あのおばちゃんを笑わせようとしてたんだろ。おかんを笑かす、俺たちには無理やって。無理ですって、何させようとしてますの。そもそも俺らがおもろかったらとっくに笑ってますって。なんや、自分ら頼りないな。まあ言うても笑いの心なくしとるもんな。ここは俺らの出番やな。兄さん頼みますわ。ニコプチ結成17年目にしてコンビ解散のピンチなんですわ。解散、お前そんなことを思ってたんかい。ねえしずく、二人を助けてあげよう。私の心を取り戻してくれたみたいにさ。ああ、しゃあない。こいつらのために笑いの心を集めたろう。笑いの神を降りてこさせるんや。兄さん助かります。
俺らを解散の危機から救ってください。いや解散って聞いてへんからおめえよ。よしオリバー、妖精たちの笑いの心、そっから少しずつや笑いのかけらを集めるで。8つもあれば十分や。そうだね、ニコプチの二人が解散しなくてもいいように頑張ろう。聞けや。起きれや。あ、あ、こいつだ。おい、そこの坊主、暇やろ。なんや、おっさん。わいら忙しいねん。宿題とかあんねんぞ。意外やな、お前みたいなクソガキが宿題って。せや、自分の笑いの心を持ってへんか。それどころちゃうわ。朝顔の種かながな、目出さへんねん。しばき倒したなるわ。そんなんポンポン会えるもんとちゃうで。まあオリバーなら魔法で一発やけどな。これや。あー、これしかあらへんのや。おちょびっと生えてきたで。すごいな自分。これで宿題も終わるで。おかんにどやされずに済むわ。せや、笑いの心やったな。ああ、おきに、今度は自分の力で終わらすんやで。オッケー。あいつか。一回ツッコミっちゅうやつもやってみたいな。お前違うのか。ちょっと待って、ここになんかビンビン来てるやついる。こうラーメン食ってんのこれ。お好み焼き。絶対に負けへんで。なんと しても耐えるんや。どうしたの、なんだかすごく苦しそうだけど。なーに、気にせんといてくれ。相方とちょっとした勝負しとるだけや。一体何の勝負をしてるの。ん、勝負の内容か。大好きな酒をどんだけ飲まずに耐えられるかっちゅう勝負やな。ほう、禁酒で勝負か。それはつらいな。で、今どのくらい禁酒しとるんや。今日で5年と227日目やな。そんなに長い間。なるほどな、こいつ我慢の心の持ち主やな。なあ、お前なかなかええ根性してるみたいやな。ちょっと俺らに協力してくれへんか。協力？まあ別にええけど、何をしたらええんや。あ、何もしなくてもいいよ。そのまま動かないでいてくれたら僕が裁くから。おかしなことを言うやつらやな。まあええわ、これでええか。うん、ありがとう。輪切りでいいかな。なんやオリバー、もうその心のかけらは持っとるやないか。同じ心のかけらを2つ同時に持たへんへん言うて、おい、横着はいかんちゅうことや。はよ言えよ、めえもうボケ。これはこいつか。なんか千と千尋の神隠し見たくなってきた。あー、風呂にも入りたくなってきたな。親父生きとるか。生きとるがな。
妖精何年生きてるを持てんねん、お前ピチピチやぞ。お、何や、雫やないかい。いきなりであれやねんけどな、親父、笑いの心余ってへんか。心ってお前、コロコロコロンが余ってるもんやちゃうわ、本当に。わし困ってんねん。清掃係もまた逃げられてしもうてな。掃除なんてようせんへんわ。どないすんねん、お前、この関西弁、おい。掃除ぐらいせえやっつって言ったことないけどな。オリバー助けてやれ。俺はもう関西弁限界や、もう。どうやんねん、おい。どうやんねん。清掃係、ほうきや、ほうき。これや。うわうわ、ほうき動きよったで、おい。お前、バカ野郎。俺の頭もほうきみたいになっちまったじゃねえか。どないなっとんねん、これ、お前。まあ、ええわ。助かるわ。それで何やったっけ、しずく。あ、笑いの心やな。ここや、ここの位置やで。おお、あり余っとるやないかい。もらってくで。関西弁限界です、しずくさん。もうとっとと行きましょう。ちょ、これ何してるんですか、これ。あ、こいつあの、こいつも緑。ニコニコプチプチ。あー、あれはあんまり漫才見ひんねん。俺はずっと屋台で飯食っとるからな。あ、そう、貴様じゃないのか。どこや、こっちか。あっちでこいつもなんか光っとんな。なになに、今月のメニューは。はあ、なんやこれ。どうしたの。うわ、なんちゅう匂いや。多分この屋台の新メニュー、ソーセージとプリンのお好み焼きの匂いやな。すごそうだね。味の想像ができないや。うん、こいつはなかなかの強敵やな。いやいや、迷うなんて俺らしくないな。よし、挑戦あるのみや。チャレンジ精神や。え、これに挑戦すんの。強者だね。今までどんな新メニューでも食べてきたんや。ここでやめたら男が捨てるってやつや。ん、オリバー、こいつはおそらく勇気の心の持ち主や。うん、あの妖精さん、勇気あるか、もしくは異常だよ。君の勇気を少しだけ僕たちに分けてほしいんだけど。俺の勇気を分ける。ん、まあ別に構わんで。ちょっとくらいやったら分けてやってもええがな。俺のチャレンジ精神は変わらへんからな。心の底からどんどん湧いてくるからな、俺の場合は。本当にありがとう。もう限界なんだ、早いとこして。おほう、なんかくすぐったいな。でもなかなか気持ちええもんやな。ありがとう。で、こいつか、こいつだな。おー、やっとるか。なんや、誰やねんな、この目は。ほんま昼間からようやるわ。昼間か、おい、夜やろ、これ、お前。
まあええわ、自分笑いの心持ってるやろ、もらってええか。いく、あかんわ、ここな、もう銀行にもうねえねん、それもうろくな料理あらへんねや。もう笑いもん何、うまいもんないか。うまいもんないかなんて無茶ぶりやな。おでもあの魔法ならいけるんちゃう。あれや、これしかないんや、まあ調理法や。なんやこれ、うまい、うまいで、いけるわ、これならいくらでも飲めそうや、いくらの踊り食いや。なんや、笑いのあれやったかいな。あ、おい、そうや、おう、それや、まあほどほどにしといてくれやで。いくつよ、ちょっと待ってくれよ、どっちから来たん俺、なやこれ、おい。おめえ取りやんか、バカ野郎、お前は屋台に出されるべき存在なんだ。ごめんね鳥ちゃんね、はい、お話しよ、はい、虫ね、はい、はい、そうね、ね、猫をくれって言ってんのこれ、猫を注意って言ってんの、わからん。おい元気しとるか、ちょっと笑いの心を借りに来たで。しずくやん、珍しいな、いいやな、最近よういかんわ、笑ってる場合ちゃうね。なんやどないした。ほら俺頭角ついとるやん、三つ、えらい長くなってな、重くて重くて、あんた仕方ないな、一肌脱いだるわ、オリバー、ここは魔法で解決や。何ちょんぎる解毒か、毒殺っちゅうのないのか、おい、あやつりじゃなくてチョンゲルのねえのか、ファイヤーで殺すとか、衝撃波、かまいたちでぶった切るっていうのないの。おい戻れ、ほら、はい、ちゃうねん、おいちゃうんだよ。バカ野郎、あーお前ほうきになれや。もっと栽培じゃ、ちゃうねん。なんよおい、なんやねん、なんやこれ、わからん。いやいやわかんねえ、ええなんか、あ違うか、違うよな、アンロック違う、透過違う、見えざ、あこっちがな、操り魔法ランタン、マッハ栽培違うやろ、戻れじゃねえのかよ。おいおいおい、もう何もないやんか。えこれ重くする、体が重くなると、えおいねえぞ、いや全部ねえって、おいおい、ふわっと軽くすればええねん、ってそんな魔法あったかいな、誰かこの森で知ってるやつおらんかな。はっはよ言わんかい、飛ぶように軽くできないのですか、
ダメですか。おお、調子どないや。いやー、しずくちゃんやないの。もう何年ぶり？元気そうやな。ちょっとおっさんええか、笑いの心探してんね。もうおっさんちゃうやろ。あたしな、最近冷え性やねん。ほんま寒いわ。そうか、おっさんそら難儀やな。でもオリバーの魔法ならなんとかなるやろ。ファイヤーや、燃えるんや。綺麗さっぱりとな。あーつー、何すんのあんた。たこ焼きビッグサイズになるやないの。あら、でも寒くなくなってきたわ。私ド M かしら。あんたやるじゃないの。ほらこれ持ってき。お、持っとるやないか。もらうで。あと4つあと4つ。あ、おばちゃん、ちょっとそこの店員さん、話聞いてくれへん？まさか。いや、もしかして誰やったっけ貴様ら。あんた、あの雫師匠ちゃいますの？そんなええねんて、もう照れるわ。せや、お前笑いの心多そうやな。わかるで。え、うちもうほどないですって。言うほどないですよ。それにうち今時間ないんですわ。売り物の瓶が割れてもうてな。あっちゃー、やってもうたな。でもこの子が何とかしてくれるで。時間を戻してな。これや、これしかないんや。おー、ビンビン来とるで。これ戻ったで。綺麗さっぱり元通りや。これで売れるで。さすが師匠や。もうこんな心やったらなんぼでも吸い取ってくれや。ああ、遠慮なくいただくで。ほな、またな。で、こいつか。おでんか。おい、ちょっとええか。頼みたいことあんねん。なんや、悪い。しずくかいな。相変わらず一人で飲んどるんか。せやけどお前みたいなやつは逆に笑いの心余ってるやろな。言うてる場合か。聞かへんねんや。蓋が効かんじゃなくてあかん。地味な悩みやな。オリバー、スポット開けられる魔法とかないんか。それはアンロックや。なんや、開いたわ。これで飲めるわ。ああ、すまんな。せめてものレイヤー持ってきや。おお、持っとるやないか。助かるわ。本当に。あと2つ。この人、あ、この人だ。聞いとるか。あ、入いとるか。来たで。おお、しずく兄さんやん。何しに来ましたの？いやな、お前笑いの心って持ってるか？ちょっとな、8つくらい欲しいねん。ああ、今は飽きませんわ。うち、漬物作ってますやろ？ちっこい石しかなくって、よう漬からんのですわ。そらあかんな。そういう時はやな、この少年が魔法で何とかしてくれるで。
サイバイヤー。はい、ちゃうね。どういうこっちゃ。あ、医師だろ。医師ちっちゃいんだろ。あ、重くするんじゃ。医師を重くするんじゃよ。ヘビーウェイトや。おお、なんやこのずっしり感。これなら何でもつけられそうや。兄さんありがとう。笑いの心をつけときますわ。おい、やるやないか。そこでそうくるか。もらっとくで。おい、あと一つや。どこや、こう戻ってるな。っていうか、あの緑のやつか。緑のやつで、なんか。あ、我慢の心ね。あ、持ってるんだね。うん。あと一人誰か光ってるか。え、あいつらか。うん、こいつと軽くする魔法を覚えんといかんのだよね。こいつじゃねえの。あ、わかった。動物か。動物喋るんだ。あれ？通常。これか？違う。どれだっけ？トーカーか。うん。動物や植物と話せるようになる魔法。使徒が知らない情報を集めることができる。これや。なんか変な場所に迷い込んじゃったな。な、変な場所やと、俺の地元に対してなんちゅう失礼な鳥や。うわぁ、驚いたな。君たち僕の言葉がわかるんだ。あ、そうだ。いいものあげるよ。こんな場所で巡り合った記念だよ。冬のページ。あ、ありがとう。今度一緒に焼き鳥食いに行こうよ。へへへ、そうはいかねえよ。大事にしてね。あ、これってマジックマスターのページ。冬の魔法って書いてある。でもなんでこんなものを。そりゃあまあ、不要じゃなきゃもらっとけ。冬だからな。妖精の森でこのカモメは浮いとるからやろ。そうきたか。お前一人で浮いてるんだよ、カモメ。え？座布団一枚。おい、浮かしたるで。あー、この三本の触角がよ、重くてたまんねえんだよ。ああ、冬しろや。おお、軽い。ライト級や。これライト級や、これ。頭の角がぶら下がってきひんねん。ほら、しずく、持ってけ。笑いの心やで。おお、助かるわ。オッケー。よっしゃ、オリバー。笑いのかけらが8つ集まったで。ニコとプッチに渡したろや。笑いの神が降臨してくるで。あいつらはまだ口の中座におるはずや。はよ戻るで。
うん、大きな木の劇場だよね。急ごう。急ぐんだ。こっちだ。しずく兄さん、笑いの心集まってますか？集まったよ。おお、ニコプチ、笑いの心持ってきたで。おお、兄さん、助かりますわ。え、ちょ、お前本気な？本気でおかん笑わすつもりな？正気か？ねえねえねえ、任しとき。よし、行くで。なんやこれ、これがまさか。目が覚めた、目が覚めたで。すごい、二人の気迫が変わったよ。来とる、笑いの神が降りてきとる。ほんとかよ。どや、これが笑いの心の力や。今の俺らなら何でもできるで。早く早速おかん笑わしに行こうか。は、早いわ。ちょっとくらい心の準備いるやろうな。自分らも思うやろ。うん、面白い。じゃあ準備できたら始めよう。あ、もういい時間だ。いつまで寝てまんねん。なんでやねん。はい、はい、はい、そうです。ちょっと頭痛くなってきた。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。